おはようございます。通学のお供に朝から古文単語、本日は新しいを紹介します。現代語訳は一通り、惜しいとか残念だと訳します。なんといっても注意しなきゃいけないポイントは、現代語の新しいと区別してください。ちなみにこの新しいという意味の古文単語は新たしってやつがあるんですが、入試にはあんまり出ませんね。雑学として覚えておくと面白いかもしれません。入試で品質なのは語感あたらを用いた語句がありますよというこの存在。あたら気味なんて言われたら、ああ惜しい我が君を、ああもったいない我が君を、なんて現代語訳が作り出せるとバッチリですね。漢字を含めてイメージできるようにしておくことが暗記のポイントじゃないでしょうか。品質語です。ぜひ復習しておいてください。ということで今日も一日頑張ってください。いってらっしゃい。